じめまして、思考塾ビジネススクール第1期生の井戸と申します。僕は、今年の7月までサラリーマンをしておりましたが、去年の3月、地震をきっかけに、一生一度しかないので、その人生も自分は何をやりたいかなと思った時に独立を決意して、今年の4月に会社を辞めて、で今このビジネススクールでも学ばせていただいております。で、今はフリーランスで仕事をさせていただいているんですが、ゆくゆくは自分でこう会社を作って素晴らしい経営者を目指して頑張りたいという思いがありまして、そんな矢先に出会ったのがこのビジネススクールでした。で、僕はもう本当経営ですとか組織論とかそういったものは一切学ばずにここまで来たんですけれども、本当に優良企業の名だたる経営者の方と一緒に、ただそんなこう勉強っていうのは堅苦しいものではなくて、本当にリラックスして和やかな雰囲気の中、本当に核心に迫るようなテーマとかを掘り下げて田中社長が提供してくれる方なので、本当に勉強になってます。本当にもう気づきしかないですので、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。以上です。